こんにちは、クールダムノーツの木村です。今回ちょっとキューベースを使ってて結構解決するのに苦労したトラブルがあったのでその解決方法の防備力をシェアしようと思って動画を撮っています。では行ってみようということで早速本題です。どういうトラブルかというとキューベースのトラックを複製機能を使ってトラックを複製すると複製元と複製先のオーディオイベントが同時に選択されてしまうっていうトラブルですね。といってもこうやって言葉だけ説明してもあまりよくわからないと思うのでどういう状況で出くわしたかを実際に やってみながら説明したいいと思いますクールダモノーツはい例えば同じ設定のトラックをもう1トラック追加で作りたいみたいな時ありますよね例えばギターソロをもう1トラック追加したいみたいな時ですねこういう時に新しいトラックを作ってもう1回ボリューム調整したりインサートしたプラグインとかセンド設定を合わせていったりするって結構めんどくさいと思うんですよだからこの時は トラックを複製っていう機能を使うと新しい同じ設定のトラックを素早く作れますね。で、この目的の場合、複製した新しい方のトラックには、うん 複製元のトラックのオーディオイベントって必要ないですよね。だから複製した新しいトラックのオーディオイベントは消したいんですけど、消そうと思っても、この複製元のオーディオイベントを選択すると、なぜかこの複製元も複製後も両方同時に選択されてしまうっていう。これが今回デコしたトラブルです。で、このトラブルの原因なんですけど、結論から言えばグループ編集モードがオンになっていたからですね。グループ編集モードっていうのは、 フォルダトラックの中にある開始時間及び終了時間が同じオーディオイベント、オーディオパートが同期されて一括で編集できる機能らしいんですけど、これはいつのまにかオンになっていて、 その状態でフォルダートラックの中でトラックを複製して、まあ、複製したらもちろん両トラックのこのオーディオイベントオーディオパートは開始時間および終了時間が同じなのでこのグループ編集モードの対象になってしまっていたっていうわけなんですねでこのグループ編集モードっていうのはここのイコールマークみたいなやつであのオンオフできるのでこれをオフにすれば今回の問題は解決しますオンになってる時はこのフォルダートラックのこの上の部分がドット柄みたいになってるのでそこでもあこれオンになってるなっていうのがわかるようになってますねクフルダモノーツ まあ、分かってしまえば全然単純なことだったんですけど、なかなか原因を見つけられずに1時間以上ちょっと悩んでしまったので、同じところで困っておられる方がいたら、えー、ぜひ参考にしていただければと思います。このチャンネルでは普段音楽系の動画をメインに上げてますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、バイバイ。音楽理論の学習や、作曲・編曲に役立つ Web アプリを作りました。全ての機能は、僕が20年以上音楽をやってきた経験から、あったら便利だと思うものになっています。また、クフルダムノーツのオフィシャルサイトのブログで では音楽系の記事を中心に多くの記事を更新していますその他 Spotify をはじめとしたストリーミングサービスでクフルダムノーツの楽曲を配信中です各種 SNS もやっていますぜひ活動を応援してくださいよろしくお願いします